えー、こんにちは、えー。今日はインターネットと電話の話をします。インターネットと電話の話をします。で、最初にね、えー、この新しい言葉ね、新しい言葉を説明します。で、まずね、このダイヤル。<laughs> ダイヤルってこれね、これね、昔の電話ね、えー、こういう電話でした。で、これ、ここにね、こうあの丸いあの、輪っかがついてて、これをこう回します。 これね、ダイヤル。ダイヤルです。わかるかない <laughs> まあいいや。で、予約するね。次、予約する。これ、例えばね、旅行に行くとき、ホテルを予約します。ホテルに電話をかけます。で、あさって、二人で行きたいです。お願いします。これ、予約。予約ですね。予約をする。はい、その次ね、留学ね。留学。これはね、あの、外国で、 大学や学校に行って勉強することです。外国で勉強する。外国,外国にある学校に行って勉強すること。これ、留学と言います、はい。次、ネットカフェ。これはわかるかなこれ、ネットって言ったらインターネットのネットですね。で、カフェはカフェですよね。<laughs> はい。これ、あの、日本語でね、ネットカフェと言います。これはね、あのー、 お金を払って1時間いくらかお金を払ってインターネットを使います。これネットカフェね。今は少ないですよね。みんな自分のインターネットがありますからね。はい。で、注意する。注意する。これはね、例えばね、えっ、ー、と、道を歩きますね。で、道をこちらから向こうに、大きな道ね。大きい道をこっちから向こうに渡ります。その時、車が来ないかな車大丈夫かな 車に注意しますすいいいですかはい、で次、カーソル。カーソル、これはね、あのコンピューターで、えーとマ,ウスね、マウスをこう動かします。そうすると、こういうねや矢印があるんですよね。この矢印が、このマウスを動かします。矢印が動きます。これね、カーソルカーソルです。はい、次、ね、貼る。 春はね、こういう紙を、紙をこうやって、これ、春です。貼ります貼る。貼ります。はい、ということで、これ新しいことだ。この、あの今からあのの、これから話す、えこの時にこれ、この言葉を使います。はい、じゃあね、最初にそのインターネットですけど、今、多分ね、インターネットを毎日使って、 てますよね、ね。おそらく、ね、で、私も毎日インターネットを使っています。でも私が子どもの時ね、私が子どもの時、インターネットはありませんでした。まあ、当たり前ですけどね <laughs> で。私が、私はね、1970年に生まれました。1970年に生まれて子どもの時はインターネットはありませんでしたし、この携帯電話ね、これね、携帯電話も ありませんで、したでその私が子どもの時の電話はこれ、これです。で、これね、ここにそのダイヤルね、ダイヤルがあって、これが0987ね、で、例えば003を回すときは最初に0を回します。でね、ここにね、ストッパーがあります。ストッパーね。 で、この0をここまで回します。で、離します。離すとこれ、あの、戻るんですね。で、次に3を、3のところに指を入れて回します。これが、ダイヤル電話。で、私が <laughs> 子供の時は、この電話でした。で、それからね、え少しだって、ちょっと大きい、10歳ぐらいの時かな。あの、プッシュホン。プッシュホンっていうねこの、この電話ですね。これこれで話、ね、プッシュホンと言います。日本語でね。書きましょうかね、どうか。プッシュホンね。 プッシュ、本。本っていうのはあのテレフォンの本ですよね。でプッシュってはこれ押し,押しますよね <laughs>。はい。で、これあの、今の高校の電話の元ですね。あの、<laughs> になった電話ですけど、で、これ、で、あの、こういう電話がありましたね。でね、えっと、あの電車の切符をね、あの予約するとき、電車の切符を予約するときは、あの、私が子供のときはね、 このプッシュ本の電話でしか予約ができませんでした。このダイヤル電話で電車の切符を予約は、予約することはできませんでした。で、それはなんでかって言いますと、このプッシュ本はね、この1から0までの数字の他に、このシャープと米印、これね、シャープと米印があるんですね。で、この電車の切符の予約には、 このシャープが必要でした。だから、切符を電話で予約するときは、ダイヤル電話はダメです。プッシュ本で予約しなきゃいけませんでした。はい、それがね、私の子供の時の話です。それでね、えっと、最初に私がね、このインターネット、この言葉を聞いたのは、今でもよく覚えていますが、 あれはね、ちょっと年はあんまり覚えてないですね。1993年か94年、94年だと思います。1994年ね。で、この時私は、あの、東京にその時あった、あの、学校でアラビア語を勉強していました。で、その時にね、あの、あれはアラビア語の先生じゃなかった、インドネシア語の先生だったと思いますが、 その人があの、私たちがお昼ご飯を食べているときにあの、私は今インターネットをやっていますで。とても面白いです。と言っていました。で、これがね、1994年ですね、はい。で、その時初めて私はね、インターネットという言葉を聞きました。で、それでね、えっと、だけどまだ自分は、私は使ったことがその時はありませんでした。 でね、えっ、ー、と、1999年からね、1999年から、えー、2003年までね、あの、モロッコね、アフリカのモロッコに私は留学しました。留学しました。で、えー、その時にですね、えっ、ー、と、えー、留学したんですけれど、そのモロッコに行った時に初めてこのネットカフェに行きました。ネットカフェね。ネットカフェに行って、 あの自分のね、ヤフーのメールアドレス、ヤフーのメールアドレスをモロッコで初めて作りました。それがね、1999年です。はい。<laughs> で、それからねえ、ずっと、まあ、あの、今、またその後20年以上経ってますけれど、で、あのー、この携帯電話ね、そう、携帯電話ね、今これ古い電話ですけど、私が初めてね、携帯電話を使ったのも、 モロッコに留学ししている時でしたでその時にね、初めてあのノキアのね、こんな大きい電話でした。このスマホはまだね、ありませんでしたね。でそれを初めてね、モロッコで、えー、使いましたで。それからね、ずっとあのインターネットを使って生活していますが、でね、2019年からかな、2019年からはね、YouTube ね、YouTube、この今の動画も YouTube で、 えっと、流していますが、2019年からね、えー、YouTube をやっています。で、YouTube はね、えー、ただ、あのー、えっ、ー、とー、誰でもこの動画を見ることができます。誰でも見られますから、この話す内容ね、この話、何を話すのか、そのことにね、注意することが必要です。よく注意する必要があります。そうですね。はい。<laughs> でねねあの、私のこのチャンネルね、これ今に、この、このチャンネルは宿題用のね、宿題のチャンネルですが、あの、他にもチャンネルがあります。で、そのチャンネルね、この画面のね、画面の右上、ここにね、このカーソルを、カーソル、これね、これをここに持っていくと、あの、リンクが出ます。このリンクを押すと、私の他のチャンネルが見られます。 だからもしね、あの、興味があったら、どうぞ見てください。<laughs> まあでも日本語、あの、普通の日本語で話していますから、あの、難しいと思います。まああの、もしよかったらね、で、ここに、あの、リンクをね、貼っておきます。貼っておきます。はい。でね、あの、今私はもちろん、あの、インターネットね、あの、あのメ、メールを書いたりい、いろいろなことを調べたり、それからさっきの YouTube とかね、 SNS ね、ソーシャルネットワークサービスね、Facebook とかそういうやつね、Twitter とかね、えー、そういうのをやるときに、まあ、インターネットを使っています。まああのー、今はねあの、インターネットがない生活はね、ちょっとそ想像できないですけれど、まあ、私が生まれたときはねあの、そういうものありませんでしたから、まあ、なしで生活していたということですね。はい、ということでね、えー、今日はあこの え、インターネットについてね、え、話しました。それじゃどうもありがとうございました。